家具販売大手のイケアが8日に原宿駅前の商業施設にオープンする都心型店舗は、郊外に比べて狭い売り場に一人暮らしや都会に住むカップルをイメージした家具などが扱われています。世界初のスウェーデンコンビニにはラーメンやお菓子、ビールなどが販売されています。スウェーデンコンビニにはカラフルなエコバッグや植物由来の素材でできたインスタントラーメンなどが販売されています。大きな家具はインターネットで購入する仕組みで、車を持たない若者などを取り込みたい考えです。